ライス完成した。ケチャップオーナイ。あとは、なけ。ケチャップじゃない？何かをかけようとしてたんやけど。ケチャップをかけようとしてたんじゃない？あ、そうそう、ケチャップ。こんだけ並べとって忘れる。あれやあれ。メガネ頭にかけてメガネどこってなるやつと一緒。あれは見えてないからなんよ。童話がこうとケチャップ目に入ってるやろ。気を隠すなら森の中ってことね。違う。よし、ケチャップかけるか。おいってケチャップ。ん？なんでちょっとずつ使ってるん？いや、私さ、新品のケチャップ最初に使う時の水っぽいやつが好きやからさ。それでこんなに買ったん？水っぽい部分をかけるために？そうです。めちゃくちゃめんどくさいことする。おいしいもん食べたいんやから仕方ない。いや、それでも残りの部分どうせいつか使わなあかんねんから。いや、私水っぽいところ以外食べられへんねんな。コスパ悪すぎる。食べられんことはないやろ。食べられんことはないんやけど。そうな。でも水っぽチャップだけ食べたいのは間違いないからさ。水っぽチャップ、最初の部分だけ使ってあとはメルカリに出品してる。いやな、使いかけのケチャップばっかり売ってるアカウント。フードロスよりマシやろ。売れるか。売れる売れる、怒涛の勢いで。安くで売ったら買う人もおるか。女子高生が少し使用してますって書いてたらなんか高値で売れんねん。おい、ついでにちょっと稼ぐな。わぱぱ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 ぱ